皆さん大変なことが起きました。皆さんこんばんは。すごく大変なことが起きてしまいましたよ。今日あげたね、ショート動画あったじゃないですか。ショート動画あったじゃないですか。僕ね、あのテロップにね、パンツって書いちゃってててね、なんとね、制限がかかっちゃったんですよ。そう、パンツ女子でね、どうやら YouTube が、あ、センシティブな動画だこれ、つって制限かけちゃったもんで、なんか見たときに、あれっつって、な、あれこんなに少なくなってんのみたいなと思ったら、制限かかってました。はい。パンツって書いちゃいけないってことで直しときました。頭が割れてるクリーチャーっていうテロップにしときました。いやー、まさかパンツで引っかかると思わなかったな。下着だったら OK だったんかな。なんていうことでしょうか。びっくりした。あれ、なんか俺なんかやったんかなと思って、そしたらパンツで引っかかってたみたい。なんか音楽もとりあえず著作権に引っかかるような音楽使ってないし、効果音も今まで使ってるんだけど、今日上げて1時間半ぐらい経ってみたら、なんか30回しか見られてなくて、あれどうしたんだろうと思ったら制限がかかってて、したら多分パンツで引っかかったわね。パ、マルツでもう OK だと思うわ。でもまあいいでしょ、しょうがないから、とりあえず頭割れてる系女子って書いといたわ。ほんとパンツって書けなかったのはちょっと厳しかったっすね、 YouTube くん。そうなんですよ、なんか規制かかっちゃいましたね。でも警告がね来てないから多分大丈夫だと思うんだけど、どうなんだろうね。まあしょうがないさ、まあ、そういう時もあるさ。そうそう、これからはパンツと書かず、パッツにします。頭パッカン系女子パッツにします。でも多分そろ、一応テロップ変えたから、多分そろそろ規制、明日か明後日ぐらいには多分解除するんじゃないかな。多分あの調子だと多分ね、明日か明後日ぐらいには多分解除されて普通に戻ればいいんだけど、まあしゃあなしやで。パッツはね、厳しいね。まあしょうがない、天下の YouTube 様だからね。僕は逆らえないんで、 Google 様の手のひらでコロコロ転がってるんで、僕はその中ですいませんありがとうございますってこう頭を一生懸命下げてるんで、しょうがないです。もう上がもうダメって言ったらもうダメなんで、もうしょうがないですこれは。まあとりあえず、まあそういうことがあったんで、ちょっとこれからはパンツとか書かないで、お尻も書かずに、これからはもう少し控えめに丸をつけたり、ちょっと濁すような感じにしておきますわ。いやでもね、テロップ、そっか、多分テロップで引っかかったんだよなこれな、多分な。やっぱパンツはあかんかったか、パンツはあかんかったか。だから今恐怖の頭が真っ二つのクリーチャーってことにしてある。ツイッターじゃねえ、X の方ではね、パンツってもろ書いてたけど、あとどう、今んとこクルクルしてない、大丈夫、どうかな、どうでしょうか、クルクルしてない。なんとですね、ちゃんと対処しといたんですよ。インターネットの回線を一回引っこ抜いて、今日は仕事行って帰ってきてぶっこんで、でなんなら OBS のライブストリームキーっていうのを新しく更新して、そこをぶっこんだんで、今日は多分クルクルしないんじゃないかなと思うんだけど、もしクルクルした場合はまあちょっと申し訳ないねっていう話ですね。です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 。まあ今は大丈夫だったらいいんだけどね。今のところ大丈夫？ほんまか？ほな、こんばんはくれまか？こんばんはっていただけませんか？え、めっちゃクルクルしてる。嘘？今も？なんか人によるんかな？あれ今狂った？嘘でしょ？
今クルクルしてる、ちょっとクルクルしてる。やっぱこれ YouTube の仕様なんかな。なんだろうね。こんばんはクルクルしてるんか。なんか改善できないな、こればっかりはな。治った？多分 YouTube の仕様かなんかなのかな。とりあえず回線の調子なのかな。待って、俺のインターネットの回線の速度見ていい？今、人によるんかな、どうなんだろう。でもちょっと遅いっすね。僕今180ぐらいしか出てないっすね。170ぐらいっすね。インターネットの速度が170ぐらいっすわ。まあ普通なのかな。でもスピードは、下のスピードは今840ぐらい。プツプツする。なんだろうね。くるくる大丈夫？本当？なんだろうね。もう YouTube に嫌われてんのかな、俺もしかしたら。下手すと。わかんねえ。わかんねえ。おっといた。じゃあ今日は友達を連れてきました。友達を連れてきました、今日。この人です。この人連れてきました今日。みんなよろしく頼むね。ちょっと後ろに行ってもらって、ちょっと後ろ行って、そうそうそう、後ろ行って、そう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 。友達を連れてきました今日はね。この人たちと一生懸命一緒にお話をできればなと。めっちゃ有名人なんで、すごいでしょ。うん、俺の手のスピードも速くなったの気がするもん、なんか。今日はね、この方と一緒にお話できればなと。こっち見てる気がするけどね、まあ、気にしないでくださいね。うん、じゃあもう一回改めて皆さん、こんばんはいただけませんか。ちょっと話飛んでしまったんですけど、こんばんはください。こんばんはをよろしいですか。こんばんはいただけませんか。もう一度ね。よいしょ、もう大丈夫でね。モココンコン、マヒルこんばんは、ユミこんこん、ポンコツユキこんばんは、ゾロこんこん、アリアこんばんは、ネコこんこん、ニポテこんこん、ケンちゃんこんばんは、レイヤこんばんは、レイジーこんばんにゃ、ピヨピヨちゃんこんばんは、ナツネコこんばんは、スズこんばんちゃす、ウキョウこんばんは、チョコポこんばんは、クロハこんばんは、ニャンコこんこん、アキちゃんバコツ、カタカラマンこんばんは、ヨシカワこんばんは、ミコこんばんは、クースケこんばんは、セリュウこんばんちゃす、あやかこんこんす、かずここんばんは、パンクズこんばんは、にりょうかこんばんは、りんちゃんこんばんは。後ろは気になるって？まあ、気にすんなよ。気にしたら負けだって。ちょ、これ、俺向いてんな。ちょ、俺じゃない方向いてくんねえかな。あ、そうそうそう、そっち向いて、そう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 。あ、そうそう、それでいいよ、それでいいよ。そうそうそう、それでいいのよ。あー、もういい位置で。はいはいはい、オッケーオッケー。マイこんこん、リサ大番、リオンもこんばんは。彼女できたんですよ。僕のね、僕の配信の裏に、僕のゲーミングチェアの後ろにいますね。あ、きょうちゃんこんばんは。でも怖いな。ちょっと怖いな、これ。狙われてますね。これ完全に狙われてますね。増えたな、しかし、俺の周り、これ。俺の机の上でなんか餌食ってる犬と、俺が猫をこちょこちょしてるのと、バスピスがこっち見てんのと、黒いお化けタコなのかわかんねえのがいんのと、左側にライトだかお化けだかいるし、後ろにサダコいるし、もう本当にわちゃわちゃしてきたな、だんだんな。これ埋まるかな完全に。ジャックこんばんは。これタコさんウインナー可愛いでしょ。タコさんウインナー、これタコさんウインナー、これ拡大すると面白いよ。これこれ実際ウネウネしてんの、これほら。タコさんウインナー実はうねうねしてる。タコさんウインナー、これサダコの上に乗せとくか。この上に。暗くて見えねえな。ちょ、暗くて見えねえな。ちょ、待ってろ。ちょ、お前ちょっと、もうちょっとお前明るくなろうか。おー、イエス。おー、イエス、イエス、イエス。おー、イエス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 。おー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 、いいね、いいね、いいんじゃない。どうですか、
ちょっと色黒、ちょっと白くなったけど、うん、俺の頭の上、俺頭上のすでもこれ俺動くからな、ひょい、こういうこと、俺の頭の上乗るとなんか乗っかってんだよな。あ、コアラこんばんは。顔美肌でしょ、かわいいやん。そう、いや俺の頭の上でもいい。あ、俺の肩の上に乗せとくか、この上に、この上に乗せとく、俺の肩のこの、なんかちょっとひんやりしてんなこいつは。ナナこんばんは。なんかひんやりすんなこれな。なんか吸盤がくっついとんかなこれ。口の中入るわけないでしょうよ。あ、こいつちょっと斜めにさせようぜ、斜めにさせよう。そしたらちょっとくっついてるように見える。貞子は肩に乗るんじゃないの。やだよ、重すぎて無理だよ。こいつをちょっと斜めにして、こうやってこう、こいつをここに、こいつをこうして、そう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 、いいいいね、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 もうちょっと斜めに行こうか、もうちょっと斜めに行こうか。あー、いいね、いいね、いいね。その角度いいよ、その角度いいよ。おーしゃ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 。で、こいつを、こう。あれ。こんな感じ。どう？俺の肩に乗ってる。でも俺動いてるからな。俺動いてるからな。俺動いちゃってるからな。サダコの肩に乗っとけ、お前はもう、これ。サダコの肩に乗っとけ。そうそうそう。乗せました。サダコの肩に乗せました。まあ、そんなことはいいんですよ、あの子も。そんなことはいいんですよ、皆さん。こんなんで遊んでる場合じゃないんですよ。さあ、今日やるホラーゲームなんですけどね。今日なんか監視のホラーゲームらしいんですよね。こちらなんですけども、こう一応テロップに迎えたんですけど、あなたを監視していますというホラーゲームをやるんですけどね。今からそれをぶっぱなせー。これで1時間遊べる。わかる。なんか俺もいろいろいじくりたい。すいません、なんかエロすいませんな、なんか、ゲーム始まるまでがクソ長くて。ちょっと待って、今、監視のゲームをしますよ。俺のリスナーの監視？俺でもみんなのことで監視してないよ。だって別に誰がどこの配信でコメントしようが、お茶爆を投げようが、お茶爆って言っちゃった。ね、アイテムを投げようがね、別にそんな気にしてないんですよ、別に。全然そんな気にしてないですよ。誰かさんがね、俺の配信してる裏でなんか別の配信を見てるとかね、YouTube ブラバックブランドとかなんかそういうわけわかんない気のつけてなんか、そんな俺全然気にしてない。もう全然いいんですよ、別に。推しが裏でやってるからつって俺の配信をサブで聞いて、あ、やべえとか言ってコメントするのも、そんな別に全然気にしてないんで。全然気にしてないです。ほんといいんですよ、別にそんな。ね。そんな、僕そんなことで気にしないですよ。僕そういうの気にしないねん。全然いいんですよ、いいんですよ、ほんと。いいんですよ。とか言って、本当はこいつ放火で投げやがってと言ってんじゃないの？いや、もうそんなこと言ってないですよ。言ってないです、言ってないです。全然言ってないです。そんな、僕そんなこと言わないです、全然。そんな気にしないですよ、そんなね。誰かがどこに配信をどこ見に行ってコメントしてるなとか、そんなこと思わないのね。ほら、見てほら、寛大な顔してるでしょ？これ誰これ、こいつ。カニ食ってんのこれ、カニか？これカニじゃねこれ。お茶爆。あはは、すいません、ありがとうございます。お茶爆いただきました。ありがとうございます。しかも、きっかり500円っていう。ナイスパー、ありがとう、ありがとう。おかめんちゃん、チスチスいらっしゃい。カブトガニ食ってるおじさんってこと、これ。え、ちなみにこれ日本語対応になっとるんですか？なってませんね。あ、ちょ、でかすぎんだろ。あ、直った。よいしょ。これは、これ日本語対応になっとらんやんけ。英語でどうにかしてってことこれ。まあ、英語でもいいんだけどね、別にほぼ呼べてないから別に。じゃあ行きましょう。インタイト。インイタイテ。さあどんな感じのホラーゲームなんだろうね。なんか30分40分で終わるらしいよ。まあ俺だから1時間20分ぐらいかな。引退らしいよ。ホラーゲーム引退するって。
インティライミって方って、なんかナオトリインティライミみたいな名前。なんつってんのこれ。バイオティックパラグラム。アクションもホラーゲームって言ってます。レイン君が、いや俺じゃなくて。何これ今どこにいんの、リマルこれ。俺の頭の後ろになんか WASD で動くらしいよ。今までありがとう。いやこちらこそ。プレスマウス1 to インタラクト。はい。俺暗すぎね。何これ何これ、何これ、何何何起きてんの。部屋暗くね、これ。何この部屋暗いの。あ、電気だ。はい。あ、明るくなった。見て見てほら、あ、俺ここにいたんだ。いいね。いいと、なんだこれ、なんだこの部屋。熱中症になりそうな部屋な。見てこれ、これ何のマークなのこれ。シャープって書いてあるよ。監視部屋ってことかな。明かりつけてもこれ暗いよね。そういう時は、オプションで明るさを上げていきたいけど、これかな？引退配信か。ありがとう、リサ、ありがとう、ナイスパー。少なくね？引退配信320円ってお前、あれか？ジュース2本ぐらい買ったら終わるくね？ナイスパー、ありがとう。あ、これで明るくなったんじゃないですか？どうですか？どう？明るくなりました？おさらこんばんは。明るくなりましたかね。よきよき。あ、ほんまでっか。これでいきますか、じゃあ。じゃあ、これでいきましょう。さあ、ということで、ここはなぜここにいたのか、私は誰なのかも分かってないままで始まりましたけどね。毎回思うんだけどさ、こういうベッドって俺絶対足出ちゃうんだけど。これ俺頭ここ寝るでしょ？で、だいたいここら辺に体あって、ここに股間あって、足ここだよ。俺。足曲げて寝るってこと俺。女性はいいよ、女性は。男性は足曲げなきゃ寝れないでしょ、これ。足出して寝ろってこと？怖いんだけど。斜めに寝るの？何かあるよ。あ？斜めに寝たら、あ、こう寝ろってこと？じゃあこの形状意味なくね？ベッド綺麗にしたいんだけど無理だよ。ザ・アイズ・エアウォッチング、この目を見ろってことかな。うん、まあこの部屋はもう特に何もないんで出ますか。床に寝ろ、まあ、確かに床の方が広いもんな。床に布団敷いて寝ようかな。ちょっと音量もうちょっと大きくするわ。はい、では出ます。あ、これ取っ手だったんだ。あ、そうやって開くんだ。これ懐中電灯ないの。お、目が見とる、監視しとるってことか。つまり俺誰かに見られてるってこと。なんか層みたいだね。何これ、バッテリーがないって。さくこんばんは。いろんなところに目があるんだねこれね。なんか意味があるんですかね。横にスライドスクッドアラン。懐中電灯ないのこのゲームは。これなんだろう、スープかな。ここにも目があるよこれ。ライト監視してるみたいだよ俺のこと。なんでここで監視するんだろうね俺のことをね。ブレーカーだって。やだね、俺のこと監視するなんて。俺の何を見たいのよこの人は。お、監視中がいるらしい。俺の私生活を監視したいやつがいるらしい。魔除けで目とかよくある。これそういう目なのかな。ブックって書いてある。この
目ん玉をのやつがどう意味してんのかわかんない。ん、俺の毛穴じゃなくてどこで電話鳴ってんのこれ。あ、どこで電話鳴ってんの。どこもなくね。俺の腹の音か。すべてを見たいんだって。これなんだ。おや、これはもしかして来る。俺はいいや。みんな行ってきてくれ。俺は嫌だから。俺はみんなが行くべきだと思うんですよ。俺ここまで進んだんだから、あとみんなにバトンタッチでしょ、これ。これ、ドンってくるでしょ、これ。あっ！何も出なかった。まあ、その方がいいんだけど。その方がいいんだよ。あれ、電気が。おい、電気が。これ返しねえと思ってない。で、暗い、怖い。暗い、怖い、何なの。音楽が怖い、音楽が。音楽が怖いんだって。なに、これなんかある。ここ、まだ気配があるってこと。これまだ誰かいる。なんかバッテリーとかある。音楽だけやたらせかせかしてくるけど、これでこれ懐中電灯とかないからリスナーに見守られてんの。やっぱそれはいいんだけど、これどうすんのこの後。こっち、おっしゃ駅しかねえけど。バッテリー、これさ、ここの電気つかねえんだよね。これ見て、ほらこれ、なんだろうねこれね。どっかになんかあるの。なんか俺見逃してんのかな。なんか見逃してる。見逃し三振スリーアウトチェンジ。なんか俺見逃してんのかな。あ、着いた。あ、着いた。あ、あった、ここだ。見てほら、スイッチって書いてある。スイッチ。このスイッチ使おう。これ多分こっち？こっちかな？スイッチ。違う？ピタゴラ？ピタゴラスイッチ。これ？はい。違う？え、スイッチ何に使うの？任天堂？スイッチ？任天堂スイッチ？え、これスイッチ何に使うの？これ？あ、違う？え、スイッチって何に使うの？なんかどっか使うとこあった？スイッチ。ドラム缶しかないんだよ。スイッチ何か使うとこあった？スイッチバック。これアイテムどうやって見、アイテム見ることができないの？できねえわ。スイッチに何に使うんですかね。気になりますね。あの部屋行ってみる。この部屋、ここ、ここ電気つかねえんだよ。もう見て、ほら、怖くね。ここ開かないでしょ。ここしかないじゃん。あともう、どこで使うんだ。
みんなスイッチって言ったら何に使う？教えてくれ。スイッチ言うたら何に使えますか？ここじゃないの？転売？転売？スイッチ？ゼルダ？やる気？スイッチ？そのスイッチじゃなくて、あのスイッチを取ったんですよ。スイッチを、ここにあったスイッチを。スイッチスコ？スティッチ？スイーツ？ポケモン？ごめん、俺みんなに聞いた俺があのアホやったかもしんない。許してくれ、うん、これヒントってかアイテム何持ってるかもわかんないんだよこれ。すごくね？インベントリじゃねえのこれな。アイテム、何のアイテム持ってるかもわかんないんだよな。ほら、これ何のアイテム持ってるかもわかんないんだよな。どないしましょうかね、こういう時はね。こういう時はどないすればよろしいんでしょうかね。あのスイッチでいいのかな。違う？あのスイッチじゃなくて、ここググってみて。いや電気つかねえんだよな。あれ、このスイッチってなんか意味あったわこれ。あ、電気ついた。あ、こっちのスイッチなんだ。こっちのスイッチなんだ。あ、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 じゃあここ探索しようぜ。よし、ここや。一斗缶があるね。一斗缶が。ロッ、ブックって書いてある。ブック。ブックって書いてある。これ絶対パスワードだな。これ絶対パスワードだから、これ。何々2だね。何々何々2。これちょっと頭の中にインプットしとこう。これは絶対なんかのパスワードよね、これ。行こう。あ、気のせいか。どこかに残り3つの、あ、これ電気ついてる、ここ。ほら、2って書いてある。2ラウンドっていうか2。ここの部屋に何かあんのかな。あ、ここにこれを入れる。はい、さっき打つとこあった。俺美肌、すごい美肌効果出てる今。ちょっと電気消さないでよ。あ、これ誘導されてんのかな俺。これもしかして、ほら、誘導されてるっぽくない？ドライバーとドライバー、これ分かりやすいね。この目ん玉の印のところに行けば何かしらできるっぽい。ドライバーって、ドライバー取ったけど、なんかドライバーどっかで使うことあんのかな。なんとかにって書いてあった。こっち、これ直せないのこれ。こっちか。なんかだからストローで息吸ってるやついる。ほら、なんかストローで息してるやついるよな。棚は鍵が必要。棚は鍵が必要。じゃあドライバーは何に使うんだろうね。ドライバーって何に使うんだろう。ドライバー。棚か鍵。ドライバー、どっか使えそうなとこあった？
こっちで聞こえる、こっちか。ツールが必要って出た今。ツールどっかで使えるかな。ここ暗くて見えねえんだよこれ。ちょ、どこのドアがさっきからちょいちょい開いてるのかわかんねえなこれ。暗すぎてわかんないよね。懐中電灯もないのか。これは、この辺はもうやることないか。ストローでなんか水吹いてんのか。これが開かないから鍵が必要なんでしょう。問題はこの、あ、開いた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 けど、これスイッチどこだ。あったあった、ああ明るくなった。どっかで使えそうなのないかな。この辺でなんかアイテムない？ないか、さすがに。オルナミン C の入り口にふーって吹いて遊んでるやついる？あ、これはアンテナだった、アンテナ。この辺暗いよね。アンテナがあって、これか？ラジオ。あ、違う？あ、テレビがもう使えるようになったんかな？これ？これかな？ダメですね。ダメですね。謎いですね。アンテナ刺したけど、これじゃないもんね。どこで使うんだろうね。この息遣いはどこで聞こえるんだ。何をしてればいいんだかわかんないよね。その、ツールのその、あれ？ここ開いてた？あ、ここだ！これだ！ここだ！降りた、こんばんは。こん中から聞こえてたんだ。ここで多分何かやるんだべな。あ、それか。リモコンあった。テレビのリモコンありましたね。ついに出てくるか、モンスターが。これは多分幽霊とかじゃないな。こいつはモンスターだな、これな。あ、つけます。ほら、ロボットだわ。ロボット。ロボットが殺戮してんだ。ぐちゃってますね。これロボット来ますよ。多分殺人ロボットが来んじゃねえか。これえらいこっちゃやで。あ、水の音聞こえた。ターミネーターなのか。なんだかわかんないけど、とりあえずロボットが来るんだろうな。多分とんでもねえロボットやで、おそらく。多分俺の頭をむしりたくてしょうがないロボットなんだろうな。常日頃俺のことを殺したくて殺したくてしょうがなく、多分ね、もうえぐいロボットが多分俺のところに来るんだろう。早くあいつの頭をむしってやりてえっていう執念が多分それを動かしてんだろうね、多分ロボットを。これは非常にまずい。バタリアンみたいな。いかにもって感じだよね、まだね。さっき水の音聞こえてたけど、どこだ？あ、ちびかえらはこっちいらっしゃい。俺のストーカーロボットだね。いいシャンプー使ってんのにね。どこで水の音聞こえたな。この辺で聞こえなかった、今。水の音。ビシャビシャって言って。あ、これだ！トイレの流す音なんだよ。鍵だ、取った鍵。ちょ、鍵取りましたね。つ
ついにあの禁断の扉を開ける時が来たか。あれ、あ、これ棚の鍵、こっちか、棚の鍵は、ね、あっしゃおらーちょしゃおらー、気合入った、気合入ったぞ、今すごい気合入った、もういつでもかかってこい。いつでもいいぞ、かかってこい、俺もやれる覚悟できてるんで、自分。どこだ、こっちだっけ、 こっちだ。来た。ちょっと何閉めてる、お、あ、バカ。あ、電気の色が変わった、ほら、俺の声でピピった、あ、すいません、ちょっと気合入れたんで、自分、あれ、こっちですか、あ、あ、バッサード来た、これイバサキ、こんばんは、撃つとこあった、あったけど、パスワードが足んないから、あと3つぐらい。2なんだけどね、あと残り3つのパスワードを見つけんとあかんやつだ、これ、多分。どこにあるんだろう。なにこれ。あ、1!1 だ!何1、何2かな。丸1、丸2ぐらいかな。あと2つだべ。あと2つっていうか、あと1つ見つけたら、あと適当にあのバンスかバンスか打つんですけどね。どこにあるんですかね、残りのパスワード探そうぜ。どっかにあんだべや、パスワードは。どこにあんだ、パスワード、あれ、ここにあった、違うね。え、何回入り直してもすぐクルクルになってる、もしかして速度制限かかってるんじゃなくて、もしあれだったら、画質の設定をちょっと変えてみたらいいかもしれない。今多分1080になってると思うから、それを720か、もしくは420か、もしかしたら速度制限かかってる可能性があるかも。それか、なんだこれ、あ、ゼロ、1102だね、これ多分ね。これ何なのか分かんないけど。生肉かな、何々102かな。じゃあ、ここで入力してみよう。じゃあ1からいこう。1102。エンタ。違いますね。2102、エンタ。おーおー、やりましたね。もうこれでクリア？エンディングいく？もう。このエンディングいく？ハンドルがないって。ハンドルがないって。なんだ。これ本当に監視してんのか、俺のこと殺しに来てんのか、どっちかだよな。ねえ。どうなんだろうね、これね。俺をどうしたいんだろうね、この人はね。どっちに来る、こっち、ここ結局ずっと開かないんだよ、これここ。俺を閉じ込めて何がしたいんだろうね。なんかそうとか始まるかと思ったんだけどね。いや、君は最大の罪を犯した。ゲームスタート。これか、何？耳かき？あれ、こっちかな？
ンテナ？あー、なんかあのラジオみたいなやつあったやんな。ラジオのアンテナだって。ラジオのアンテナって確かこの辺になかった？暗くて見えへんがね。暗くて見えへんのよ。これ？違う？つけに行きたいんだけど、ラジオどこにあったっけ？ラジオってどこにあった？ラジオ？これだ。ちょっと怖い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 、いきなりドンをやめて。うわ、これ絶対出てくるやつだ。うわ、やだな、めんどくせえな。またストローマンがやってくんの？これ絶対出てくるじゃん。この静かの時大体やってくるよね。マジやめてほしい。なんもない？ほんと？なんもない？なんもない？なんもないかな？え？アンテナは？さっきあのラジオにぶっ込んできた。で、ラジオ消えた。あ、これだ！これ何？なんかツールってと書いてあった。今どっかの扉が開いた音聞こえたけど、清掃用具？清掃用具、なんかどっか掃除しろってこと、ね、ここでも清掃しなきゃいけないの？洗浄するらしいよ、洗浄。あ、これ掃除すんのかな。あ、違うか。得意のね。なんでここに来てまでまた掃除しなきゃいけないのよ、これ。あんた、あ、びっくりした。ハンドルだ。これでグランツーリスもできんぞ。お、戻った。これ何なの、さっきから赤い時と普通の正常の時みたいな。清掃得意得意って言わないけど、とりあえずハンドル取ったで。ハンドル、これでここでレースしようぜ。はい、マソ。いや、まさか手前に開くとは思わなかったじゃんね。ん？開いた？開いたって。こう見てもグランツーリスモでね、 GTR 機械だった。ミメ、こんばんは。何今の？何もなんかパスファインダーみたいのいたんだけど今。おーおーおーおおお、なんだ。これ何ここ？頭がないって。ウェイ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 、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。これ謎解きゲームなんだろうね。セクション2。今ちょっと一瞬なんか映んなかった、今。気のせいか、気のせいだね。誰かの目薬忘れてんで。パスファインダーみたいな、いたもんって。あ、ブレーカー取った。一個。これちょっと一回戻ろうぜ。気のせい？あ、まあ気のせいか。それそうだよね。人なんているわけないもんだって。そんなわけないって。ほら、誰もいないでしょ。誰かいると思うから誰かいるように見えちゃうんだよね。そういう時は誰もいないって思い込んでいくのが一番いいんだろうね。そうすると誰もいないの。で、これでつけると。ついた！なんかある？
なんかある？でもね、なんね、なんもないのこれ。え？あ、画質落とした。ほんと多分ね、おそらく通信制限かかってたんじゃないかな。あ、ポリタンクだ。ポリタンク。目のマーク。これ目のマークをよーく見ないとわかんないね、これね。もうガソリン鍋。このガソリンで多分これ発電機回すんかな。誰かいね。これ人だよな。これ人だよね。誰かいるよね。あ、これ前通ったらグワン来るやつじゃない？目のマーク、そうそうそう、ちゃんと見逃さないように。これアンドロイド？いや、これ動くって絶対。絶対動くよ、これ。いくよ、マジで動く、5秒前だから。動かなかった。よかった、動かなかった。いや、怖いって。なにこれ、これな、なにこれ、なんかベジータが乗ってきた、地球にやってきたみたいなやつ。これはこれ開けたらなんかあるんじゃないか。立ち上がって多分どっか行ったよ今。俺さ、今思った、なんかおかしいと思ったの。これずっと俺さ、これヘッドホン逆にしてたわ。オッケー、これで多分通常だ。バラガル、こんばんは。あら、涼しそう。今流行りの夏のピッタシ、あの冷凍庫に冷やして 2時間使えるやつかな、これ。あざす。効力は2時間ってやつ。俺も首にかけようかな、これ。どこ行くのこれで。こっちか。これでこれどこ持ってくるの。これどこ持ってけばいいの。この首掛けのやつどうすればいいの。これここに持ってくの。違う、こっち戻んのか。バルブハンドルの向かいに行けばいいのか。怖いよね、なんかまだ出てきそうじゃない。なんかこれ首掛け使う、違うか。冷やしてあるから結構涼しいよ、これ。これこれかな。あ、これだ。これな、何のエンジンなの。あ、これでシャッターが開くんかな、どっか。シャッターが開く。俺毎回思うんだけどさ、みんな意外とツッコミを入れないのか、それともみんなもう気づいてるかあえて言わないのかわかんないんだけど、俺ね、俺の顔ってずっとこれ口開けてんじゃん、ザーッこうやってずーっとこうやって。これね、実際本当に口開けてやってっからね、俺今。なんかこうゲームに集中すると口開けるんです、僕。これ仕様じゃないんですよ、本当に口開けてずっとゲームしてるから口開けてるんですよ、これ。あ、そう、目は開かないですけどね。あ、これ？そうなんですよ。だいたい口開けてゲームしてるんですよ。なんか、集中すると。喉、いや、だから俺結構水とか用意してるんですよね。近くに。でも今日はあいにく水がないんですよ。これどこ行けばいいの？これ仕様じゃないんですよ。僕あの、ずっと口開けっぱでゲームしてるんですよね。でも目は開いてないんですよね。驚くときはだいたい目開くんですよ。口開いてるんですよ。すいません、なんか口開けっぱなしで。ところでこれどうすんですか？どっか、え？どっか行くとこ決まった？これ。あ、こっちが行けるようになったんだよ、これ。この先、ほら。
またなんか変な仕掛けやってきそうじゃない？見てこれほら、ケンタッキー虫歯でるの音聞こえるもん。なんか食べてるよこれ。クチャラがいんな、クチャラが。クチャラがいんな。これ。おい。まさか。あっ、おお。急になんかステージ変わったよね。お食事ちくちゃらだった。これどこ行くのあんた。これ急に真っ赤になるやん。こっち行く。これがまたさ、なんか出てくんじゃねえのこれ。ほらなんか人影いんもん。あれこれどういう世界なの。なんか俺がとりあえず閉じ込められて誰かに監視されてるっていうことしか情報が載ってないんだよね。で誰に監視されてるかわかんないんだよ。あのもう電気ついたよ。レン君先、あ、おやすみなさい。おやすみなさい。誰かいたっぽいけど誰もいないんだよ。誰がいたんだろう。すごい仕掛け。おお、すごい仕掛けだ。すごい仕掛け。これ電気つけていいのかな。はい。わあ、僕のターン。あ、違う、ケーキだと思った。頭取った。頭 Get out my head. Get it out. はい、まっしぐら様にこの世を手に入れた俺のパワー、パワー。そう、俺はパワーを手に入れた。あれ、また人がいるわ。お前どうせ動かねえんだろう。ん？あれ。よし、じゃあこの頭をつけに行きましょう。あの人形さんに頭を返してあげましょうね。あれどこ行った。何これ。何これこれ何。うこれ、ね、どういう状況なのこれ今。俺ちょ怖いよこれ。領域展開。おいマジかよ。やばい、この空間から抜け出すことはできないのか。俺はやばい。あ、やばい。おおという夢を見たのがこれや。びっくりした。領域展開食らってたわ。完全だったね今の。これ何？これ何？これどこの神社から狛犬を盗んだ？戻ってきた俺は。もうなんだ？ベルリンの赤い雨だ。ねえ、どうなってんの今これ。これやばいんじゃない？やばい、やばいんじゃないこれ。ちょ、ない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 、やばいやばいやばい、ない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 、どっかに正解があるのか。これだ。おお、よかった。世界観が謎いよね。赤いスプリンクラーが急に突然展開がおかしくなるからちょっとびっくりする。これさっき頭取ったから、さりげなくこっちにいる。ブロッケンジュニア、ベルリンの赤い雨。あ、もう行けなくなってんだこれ。さっきからこれ領域展開用に使ったあのものがたくさんそこら中に散乱してる。わけわかめですよ。わけわかめとメカブですよこれ完全に。
これカードキーが必要なんじゃいます？多分なんか実験されてるんじゃないかな。あ、これか、レバーだったんだ。多分俺を実験して改造人間にしようとしてるんだよ。そしていつしか俺は仮面ライダーになるんだ。俺は悪いやつと戦わなきゃいけないんですよ。ん？これはなんか、うわっ！これ適当にはいけないのかな？あ、仮面ライダーに。また始まったよこれ。金がライダーじゃねえ。これ見てこれ、また始まった。なんかさっきから俺すげえせかせかしてるよね。なんだこれ。すいません、入る部屋間違えました。こっちか。いや、こっちで合ってるみたい。すいません、やっぱ合ってました。これ何なのこいつ。え、なんか出口のマークみたいになってる。あ、治った。飛行機の音みたいだったね。またドーンってくんじゃないこれ。いや俺やってないよ。なんかあれ、これなんか、あ、え、お、あ、出口です。あ、わわ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 、なな、ダイエット中か。お腹に、お腹に効くのかそれは。ダイエット器具。おお、すごい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 、ちょっと刺激が強すぎんじゃないかこれ。なになになに、何が起きてたこれ。何が起きてんのよもうこれ、謎いんだが。めっちゃプルプルしとったぞさっきの人。あれ絶対手痒くなってくるやつじゃん、振動で。あ、なんか穴開いてる。あ、これだったのか。これ何、え、これなんだ、これなんかまたなんか、なんかそういう遊びが始まった。これ真ん中を閉じればいいのこれ。これ真ん中閉じればいいの。ロンロンこんばんは。ん？あ、ほんとだ、床になんかあるね。あ、そういうことか。この通りにやればいいのかな。ここと、ここと、ここ。あ、いけたいけた。ほら、なんて親切設計なんだろう。なんか出してきたけど、ねえ、ちょっとなんか出してきたんだけど、これ、え、なにこれ。ハンド、これ誰の手だよこれ。手が手を出してきた。なんか、なんかくれよみたいになってる。これどうすんのこれ、これ、ハンド、え、なに、え、どうすんのこれ、これ窓ハンドじゃない、このハンドどうすんのこれ。で、お手って、なんかどっかにつけるところがあるんですかね。どっかになんかつけるとこあるんですかね。ちょっとあっち行ってみるか。いや、びっくりしたよ。弾掴まれんのかと思った。にょっつって。この辺なんかで、なんか使えそうじゃない？なんかすげえ手たくさん出てないこれ。さっきなかったよねこの手。なんかそこら中手ニョキニョキ出てんだよこれ。ちょっと電気消すのやめて。もう本当に電気が。電
電気がこっちだ。これ？あ、これに手つけんのか。あ、そういう仕組みのやつこれ。あ、出てきたカード。そういう感じなんだねこれね。これでカード使ってあのドア開けられるやつなんだ。そういう仕組みらしいよ。で、これでカードスキャンして入れるやつだ。おい、なんか今ちょっとチラッと映ったよな。まさか来んなよ。何やってんだこの人。なんかテレビめっちゃ見てる。え、うわわ、頭ないよこれ半分。ほら、アイテム利用で一応サクサクしてるみたい。チェックポイントコンプリートになってるよ。なになになに、なにこれ、なんかステージ変わってない？さっき映像を見ながら俺のこと監視してた人かな。なんか場所変わってね？こんなステージだった？こんな怖いステージなの？俺はなんかもう地形変わってるもんだってこれ。怖いよこれ。おい頼む、来んなよ。なんかこういう時大体正面から走ってくんだよこういうやつって。俺もうこれで帰っていい？このカプセルの中入って俺地球に。本当に帰れないんだよ。なんか来てるよ。なんか来てる。とりあえず逃げる。おお、なんかいる。とりあえず向かう。ちょい、入り口に戻ってきちゃったよ。え、エンドプロコトル、プロコトル、プトコロウ、プトコロル、プトロコロブルブ、エンドプロコトトロル、エンドプロコロール、エンドプロトロコロル、エンドプロトコロール、エンドプロロルル。なんか噛みやすいな今日。どうしたんだろう。お、お、なんだ、なになになに、何の音、何の音。プロトコル9 complete. All objectives cleared. Open evaluation chamber. 合格ってこと？大学の入試に合格したのこれ。おお、開いた開いた開いた。これが期末試験か。余裕だぜ。Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with Protocol 9 evaluation. Calculate result of experiment. どういう状況なのこれ今これ。Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without deviation. Analyze examined properties of subject within human database 5. No extraordinary physical or psychic abilities have been observed. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. 英語読める版が解説してくれるから。Conclusion.Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Agreed. Evaluation complete. Prepare protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Recommend disposal. Reconsideration. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony X67P. Affirmative. Subject will be transferred to X67P.Disconnect head of subject and prepare for transport. 何？何何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 何これ顔集めてんのこれ。あ、ここに乗せたんだ俺。
コレクションにされたみたい。多分首チョンパされたんだろうね。わあ、終わっちゃった。終わった終わった終わった。え、どういう感じだったのこれ結局。どういう流れだったのこれ。結局さっきなんて言ったんだろうね。さっきの人も今までの人も全員こういうなんかあれなんじゃない、なんかそういう実験を行ったんじゃない。解説が分かんないね。分かる人いた。なんか僕のソーセージぐらいしか分かんなかったんだけど今。あ、全然関係なかった。よく分かんなかったけど、とりあえず監視には気をつけましょうってことなんでしょうかね。どうなんですかね。どうなんでしょうかね。何の話。あ、ごめん、全然関係ない話。おー、びっくりした。おー、サダコか。ソーセージね。あぶねあぶね、燃えるとこだった。あぶねあぶね。貞子の存在をすっかり忘れて怖かった、今一瞬誰かいんのかと思った。まあ要はまあでもあれだよね、まあ結局の話、その結局まああれやんね、多分その実験にされてたんだろうね。でこいつは結局ダメだっていう解釈で、おそらくあれなんじゃない、首チョンパされたんじゃない。全くさっぱりわからないけど、雰囲気はでも怖かったね。雰囲気は怖かったは怖かったけど、ただねボリュームがちょっといかんせん少なかったな。あ、みんなよかったら高評価のボタンだけ押しといてくれたら。一応なんか評価的にはいい評価だって書いてあったから、どうなんだろうなと思ったんだけど。次のゲームは、いや待って、全く用意してない。全く用意してない。まあ、展開はでも確かに面白かったけどね。もう一個、全く用意してますね、僕今。確かに、目のマークは確かに組織が多分、まあ、そうじゃないけど、なんかキューブと一緒かな。なんかステージに進めば進むほど、なんか次の展開っていう感じなんじゃないかなと思うんだけど、ね、まだ時間ある。明日土曜日で、俺明日仕事なんですけどね、僕皆さん、私朝お仕事なんですけども、明日最後の土曜日のお仕事なんだ。もう次の週からは土曜日ないんだ。いいでしょう。明日だけは忙しいから明日はとりあえず出なきゃいけないけど、もう今度から土曜日出なくていいんだ。やってみ、私も仕事だよ。あ、そうか。で、日曜日はあれやるわ、あれして、あれするわ、あれをやって、あれをね、あれをするわ、あれを、この間言ってたあれをします、あれを。日曜日はそう、やっと落ち着くんですわ、私。あれしますわ、あれして、あれしますわ。どうしようかな。テキサスチェーンソーで日曜日遊ぶのか、それともなんか全く別なホラーゲームの、この間言ってたブラインブルバーモンドカレーみたいな名前のやつやろうか、どっちにしようかなみたいな。あ、押した、ありがとう。どうしようかなと思ってるんですよね。どうしようかな。テキサスチェーンソーのゲームするか、全く新しいバーモンドカレーのホラーゲームするか。甘口、多分これ辛口やで、これ多分。でもなんかクリア時間多分ね、これね、何時間って書いてあるのこれ。あ、4時間って書いてあるわ。4時間、だいたい4時間らしい。押した。そう、バーモンドカレーのホラーゲームやりますわ。日曜日じゃあ全く見たことないホラーゲームやろうか。そしたらね、なんかこういう感じのゲーム、これこういうやつ、このこれこういうやつ、これ俺これ敵、
見たことないやつやるか。この小人図鑑で、この小人を使って俺がこの先に進むっていう、なんかあのあれに似てるわ、なんだっけ、あのなんだっけあれ、ナイトメアビアクリスマスじゃなくて、ナイトメアネバーサンドレアベステニーザチャイルドシードアップルコースターみたいな変な名前、あ、そう、リトルナイトメア、それ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 リトルナイトメア、それ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 の、なんかその結構評価がいいゲームらしい。あ、日曜日仕事、はいよ。情報がすいませんね、なんかね、ちょ、俺も曖昧なんですね。なんだっけ、バンブルビーみたいな名前のやつ、なんかそのバンプレストみたいな名前のやつだったかな、確かゲームは、知らんけどリトルナイトメアのホラーゲームとかなかなか調子良かったやんな。あれ2やりたかったんだけど、2よりも先にこっちやりたいなと思ってさ。なんかね、俺まだ2変えてないんだけど、なんか多分この Xbox のサブスクにね、多分出るんじゃないかっていう、奇跡の世代黒子哲也なんだよな。アップルパイ、あ、そういえばあれ食べたよ。アップルパイじゃないけど、マックのさ、新メニューのね、なんかちょっと気になったの、なんかあのもちもちしたあの月見アップルパイみたいなやつ、月見パイかな、あれね、めっちゃ美味しかった。あれ、そう、月見パイ、なんかちょっとあれだけは、どうせあの月見バーガーはまあ前食ったことあるしいいかなと思って、月見パイ食べたことないから食べてみようと思って、1個ね180円だったから買って食べたの、代わりに。あれ普通に美味しかった美味しかった、いや普通に美味しかったあれ、なんか普通にうまいんだけどこれ、ね、みたいなさ。そう、月見パイ美味しかったよ。あれなんかもちもちしてんの、あれ、そう、あんこと、お餅だよね多分、あれに、ね、入ってんのね、うん、そう、びっくりした、あれは美味しかった。でも正直な話していい、月見パイ確かに美味しかったよ、美味しかったけど2回目はいいかな月見パイは美味しかった、全然美味しかったあれ。でも2回目は食べたいかっつったらもういいかな、今度食べてみ。そう、なんかね、喉が渇く、めっちゃめっちゃ喉渇くよ、むちゃくちゃ喉渇く、むちゃくちゃ喉渇きますねだからあの賞味ちょっと どうなんだろうねっていう。明日、ああいいね、マックいいんじゃない、マックいいんじゃないですか、マック食べなさいよ、マック。ということで、多分これゲームできんのかな、俺。ちょっと待ってね。あ、ゲームできるかな、ちょっと待ってね。今ゲームできるかどうかちょっと確かめてみますね、このゲーム。同意。映ればいいんだけどな。映んなかったらさ、なんか当時、あ、ごめんね、できなかったわーって謝るしかないからさ。今ゲームちょっと起動してみる。できるかな？映んねえかこれ。あ、あ、あ、映った映った。あ、あ、ちょ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 。お、日本語。はい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 。はいはいはい。はいはい。あ、あ、映りました。これできるわ。結構ねー、たまになんかゲームが起動できないときたまにあるから、ちょっとそれで起動しなきゃいけない。これできたね。ちょっと待ってね。みんなの画面がね、俺のフルスクリーンになっちゃってるから全く見えないんだけど、これ。バンブルビーみたいな名前だ、これ、ほんとに。ビデオ、ビデオ。ちょっと待って、スクリーン、スクリーン。フルスクリーンじゃなくて、ウィンドウ画面にして、100敵を。あ、映った。何？レンポっていうホラーゲームあるよ。レンポ？なんそれ？映ったよ、ほら、これ。バンブルビーっていう変な名前のゲーム。ほら。おむじそコンコン。レンポ。ほら。ブランブルって書いてあるわ。もう終わっちゃった。あ、終わり終わり。これは日曜日やるホラーゲームだね。日曜日やるホラーゲーム。日曜日のお昼1時ぐらいで、1時でいいかな？何時がいい？何時がいいんどすか？
何時ぐらいがインドスか？1時ですか？12時ですか？アーカイブ見ていてくれたら。夕方か。夕方よりもお昼の方がいいな。12時か1時ぐらい。1時に仕事が終わるのか。1時かじゃん。6時間ぐらいかかりそうだな。いや、わかんない。なんか4時間で一応クリアできるとは一応書いてあるから、多分俺の場合だと5時間ぐらいになりそうじゃない。そうすると1時から開始した場合、多分終わるの6時やで、多分これ6時ぐらいかかる。長くかかるならいつも通りのお昼ぐらいかな。1時あ、録画見といてくれたら1時ぐらいするの。日曜日夕飯までに終わらせられると思うよ。多分俺のあの進め具合どうなんだろうな。1時かな。1時には13時余裕見て、13時お昼倍の時間かかるから、13時12時。12時にする。じゃあみんながラーメン鼻からすすってる間に12時から開始して、そっから飯食いながら、その俺のホラーゲーム見ながら、どうせ寝落ちして起きて、あ、今起きたってコメントするっていう流れのセオリー作っとけば、多分おそらく5時ぐらいには終わるんじゃないかな。5時6時ぐらいには、うん、だから12時ぐらいでいいんじゃないの。お昼12時から。じゃあ夕飯までには終わるべ、さすがに。そうそうそう、鼻からみんなすすってる時にちょうど俺のホラーゲーム見れるからいいじゃん。え、みんな鼻からすすって食べてるんじゃないの。俺は普通に口から食ってるけど、腹やすぎるかな。12時にしましょう。 OK です。じゃあ12時にしましょう。12時からだったら、ほら1時からやってもね、1時からじゃなくても余裕持って12時からやればええんちゃいます、ね、よし、12時から、お昼12時ね。日曜日のお昼12時からここの配信で、さっき言ったあのなんかバンビーノ寝て起きてまでやってるっていうパーティーのやつやね。そう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 、多分どうせ寝ると思うから、みんなどうせ寝るんだろうから。日曜日仕事、いや明日が俺仕事なんだよ。本当はね、明日やってあげたいんだけど、明日仕事帰ってくるの夕方ぐらいだからさ、夜やったら絶対みんな深夜12時過ぎてもうってなってんじゃん。だったらじゃあお昼にやろうねって話になって、お昼にやるんですよ日曜日、ごめんね。ダッシュでね、そうダッシュカンクローで帰ってきてくれ。かぐや姫みたいな。かぐや姫夜の12時やろ。仕方なし。そう、アーカイブの方を見といてくれた。ちょっと長いかもしんないけどね、多分なるべく5時間で収まるようにはしとくわ。でも俺のプレイスタイルのことだから気にしないで。多分ね、3時間のゲームを6時間かけてやるゲームだから、もしかしたら6時までやってる可能性がある。リトルナイトメアの1のゲームだって2時間のゲームを3時間引っ張ってるからな。この手の横スクロールのゲームは多分死に場所が結構多そうだから、どうなんだろうね。まだやってる可能性あるか、俺があまりにも神プレイをしすぎてサクサク進んで、もしかしたらもう3時間ぐらいでクリアしてる可能性もあるけど、知らんけど。6時で終わればいいね。多分6時で終わるはず。初見殺しもあるかもしれないし、引き伸ばしてなんとか6時まで。私も仕事、しょうがないね、これはね、しょうがない。本当は遅くまでやってあげたいんだけど、どうせでもね、あんまり遅くやっちゃうと、例えばじゃあ3時ぐらいから始めましたって言った時に、終わるのが6時7時になると、みんなもうそろそろ飯食って、もう飯作りたいんだけどつって、みんなのね、お子さんたちがね、早飯作りやお母ちゃん、早せえやおい、何携帯ガン見しとんねんってなるし、多分3時ぐらいになると、あ、いいところ寝落ちの場所見つけたとか言って、多分俺のホラーゲーム序盤全く見なくなるっていうこともありえる話をこう踏まえて、12時にしようねっていう話になる。バイトだから引き伸ばしてくれたら最後の方も言えるかもしれない。エンディングだけ見てスッキリするパティのやつ。逆にサクサクいっちゃうことがないことになる。いや、わかんないよ、もしかしたらガッチするかもしれないしね。あ、このゲーム俺に合うかもしれないで、ちなみにこれほら 3D FPS のゲームじゃないからさ、横スクロールだから結構サクサクいくかもしれない。まあじゃあとりあえず12時ね、日曜日の12時に
いや迷子になるって一方通行だと思うよこのゲームは。まだたまにクルクルしてんの。なんだべな。ちょっと直しとこ。そのクルクルするやつ。ちょっと一回 YouTube の設定ちょっといじって、もうちょっといじってみるわ。じゃあとりあえず日曜日のとりあえずお昼にまた12時にこちらでお会いしましょうよ。とりあえず待機枠後で作っとくから。じゃあそういうことで皆さん、おつおつおつ、おやすみおやすみ。